ってあなたが掃除当番の日？じゃあどうして掃除なんてしてるの？梅原くんと？それでいいの？掃除当番を代わってあげたんでしょ？あなたって本当にお人よしなのね。私は違うわよ。あれは自分のためだから。掃除手伝ってあげようか。違うわね。掃除手伝わせてくれないかな？うん、いつも手伝ってもらってるし別にそこまで感謝されるようなことじゃないわよ。そうなの？やっぱりあなたって面白い人ね。知らぬは本人ばかりってね。別に何も。それより早速始めましょうか。楽しいことでもあった？ちょうどいいところに。今ちょっと時間いいかな？よかったら少しお話でもどうかなって。ね。そうでもないけど、でもやっぱり暖かい方がいいかな。あなたは寒いのは苦手？どうして？なるほどね。そうかもね。でも宿題には高い学習効果があるのよ。時間を置いて復習することで覚えたことが忘れにくくなるの。本当かどうかは知らないけどね。難しいな。ノンジャンルでいいなって思ったものを聞いてるの。最近のお気に入りだとクラシックと J-POP かな。でしょ？委員会で手一杯。でも興味はあるのよ。とりあえず陸上部かな。何も考えずに走れたら気持ちよさそうだなーって。どうかしたの？なんだか怖い顔してるわよ。あ、ちょっと。今もしかして胸を。ごめんなさい、変なこと言って。あ、そろそろ授業の時間ね。ええ、本当はもう少しあなたとお話できたらいいんだけど。そうね。それじゃあまた。差しが気持ちよかったからなんとなくね。今度映画になるお話の原作よ。どうしたの？不思議そうな顔して。え？どうして？そんな風に見えた？なんでもない。あなたがいた私じゃない私っていうのもちょっと素敵だなって思っただけ。そうかも。だとしたら私はものすごくわがままなお嬢様とかになってみたいな。していいの？十分しっかりしてると思うけど本心よ。